ちょっと僕も全然わからん、連れてこられたんですけど、ちょっと車両先っぽじゃないですか。セットだったら150円でいける。そうだね、かわいい。やばい、やばい。昔の別の時代。あ、これあれだったの。タバコ吸えたんだ。タバコ吸えるんですね。うん、吸えたんですね。めっちゃ かわいいです。かわいい電車があるんだよ。ナンパスポット。ナンパスポットじゃないですけど。あ、そう、カップルでも行けるってこと ね。今日はね、僕も全然知らないんですけど、なんか有名な、なんか電車がある駅があるらしいんですけど、ちょっと僕も全然僕から連れてこられたんですけど、ちょっとなんかいろいろあるね、カットされた、なんかね、ちょっと見てみる。あれも見てみましょう。あ、車両先っぽじゃない。カットしてるね。カットしてますね。ちょっとなんか、あ、ほら、まあ、普通にですかね、なんかね、連結の連結した。あったかいね。広島。男性でいいですか。先生、優先の。セットやったら150円できるんですか。そうだね。え、こっから150円できるんですか。行ってみよう。結構やましてますね。なんか1日300円で、ここから高野原っていうエリアのだけなんですけど、何回乗ってもいいみたいな感じで。かわいい。2枚ください。はい、小判線から出ます。いってらっしゃい。もう行っちゃうな。はい、遮断します。やばい、はい。あ、今着いた。着いた。うん。ありがとうございます。また今度も大変。
めっちゃレトロで、でなんかやっぱすごい文化的にすごい電車なんですよね。めっちゃあの写真撮ってくれた。そうね、かなり。待たないといけない落ちる。なんか鉄腕出してもあったよね。なんかあれなんですか。いや。どうですか？展示、うん。展示。え、これ昔の。いつの時代？あ、これあれだったら電車のこの電気の上の部分なんですか、ね。うん。でもこれ、これ自体が何なんだろうね。あ、車輪ついてるよ。うん、車輪みたいな。ですね。あ、ほんとだ。乗ってますね、これね。うん、ちゃんとロール。釣り革とか、これ。すごい。このね、糸じゃ紐の一滴っす。うん。今はなんか。金網じゃんね。木製だし、これ。これタバコ吸えたんだ。タバコ吸えるんですね。うん、吸えたんだね。扇風機。それでも冷房システムがなかったから。電気の蛍光灯っすよ。そう。今なんか科捜研のなってみたんですよ。え、何なんじゃないと思ったらドラマとかの撮影地だったんですよ、これね。そうだね、読んだから。なんだよ。あ、ここか、さっきのあれっすよね、これなんか石炭ガーって言うのが。そう。なんだよ、あれ。あ、毒だ。
何をしてはい、はい、痛いあかんかまとめやってなんか、いけかと思ってそうそうそう顔がいけっかと思ってはい、はい、お前って言うけど、まあ、なんか、すごかったです、なんか1日300円で乗り放題で、なんと僕ら幸運なことに僕ら全く狙ってもなかったんですけど、これが第月の第1日曜日日曜日ですね。だから1ヶ月に1回で、ゴールデンウィークにもやってるから、もう1年間に14回しか運行してないあのその日にたまたま当たったんですよ。そうね、本当にそう、まあなんかね、そういうわけですごい幸運だねことで、ちょっとで、あと僕、これ全くあれですよ、あの、何も関係ないんですけど、めっちゃ可愛い子多いっす。いや、まあなんかその、例えばまあそのね、そのいい、なんか可愛い電車があるんだよ。ナンパスポット？ナンパスポットじゃないですけど、あ、そのカップルでも行けるってことね。楽しい、なんかデートプランとかにね、うん、ぜひ、あのここはなんていうの？吉ヶ吉ヶ原駅で、多分そう、片上鉄道ね、調べてもらったらもうここにここはやらないといけないのぜひ、ね、ね、また、はい、いい、楽しかった裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。